ゲーミズ所属の春京です。で今回はね、この前終わった FNCS グランドファイナルのことについて少し話していきたいなと思います。まずね、応援してくださった皆さん、本当に応援ありがとうございました。まして応援のおかげでもうモチベもやる気も、もう何もかもね、もう出てきて、もう頑張れたんで、本当に応援ありがとうございました。ね、まあ、来シーズンも頑張るんで、応援よろしくお願いします。ということでね、トリオのね、ランドマーク、ダーティーの皆さんに、フェンデシーズンのことについて話そうかなと思います。最終結果を言うと、まあ、7位だったんですけど、それが NCS の中だったら最高記録かなと、はい、こっちは強かったんですけど、1日目ね、7位で1位と40ポイント差ぐらいだったかな。で、めちゃめちゃ1位あって、もうチャンピオンあるし、もうあと3歩ぐらいだよみたいな、あと3歩だぐらいで1日目が終了したんですけど、2日目でね、見事にこけて、そう、最終結果7位になりました。1日目は完璧だったね。まあ、4試合中2試合中盤してしちゃったんだけど、めちゃめちゃ良かった。試合の内容としては。中盤行けばめっちゃポイント伸ばせたみたいな、そんな感じの試合内容で、連携とかも、足も良かったね、やっぱり。6分の1足結構足良かった。結構入ったりしてる。最初は本当に良かったんだけど、2日目ね、6分の1足も入らず、まあ、ダーティーだったんですけど、距離が。全部左側の足に。アンチめっちゃ効果あるって、俺の記録だと6試合中5試合左側アンチだったんですよね。分かんないけど、俺の記録だとそれが気づいてて、運が悪かったっていうのもね、僕の出力不足ってのもちらあるんですよ。アンチューンも終わったなって7位まで下がっちゃったんですけど、マジで悔しいね。1位いけそうだったから、まあ、僕のね、理想としては1日目トップ3入って、2日目もトップ3入るっていうのが僕の理想で、1日目見事トップ3 入ってたんですよ。マジであるみたいな。2日目ね、全然入れなくて、俺らの取るよね、スクリームをね、ガチでやってないんだよ。ほぼ勝ってないんだよ、スクリーム。アルバスクリーム、マジで勝ってないんじゃないかな。マジで、敗者復活戦、1試合目で勝ってたからいいけど、もしあれで勝てなかったら、本当に、やばかった。敗者復活戦は、二度とやりたくないですよ。本当にやりたくない。後がなさすぎる、あれは。もう、さっきは。おい、一発。おいしい。もう、僕たちのトリオはね、一旦解散っていうことになったんですけど。まあ、3人とも競技自体はやめないので。
ちゃめちゃ編集、建築と編集が下る。やばいやばい。聞いた。それ、もしかしてこの音はダマちゃんだな。俺のダマちゃんだ。ちゃんの音してたよね。もしかしてない。もしかして、もしかしてダマちゃん消えた？消えたやつだな。ダマちゃん。最悪だ。俺のダマちゃん。時代がゼロ。よし、復活少し。ターゲットロックオン。ピピピピピピガスにしてる。俺も混ぜてくれ。俺も混ぜて。わあ、なんかエイリアンかぶってる。エイリアンかぶってるマジで苦手なんだよな。頭無効化ってマジで強い。トラック、ほーら、ツッコめ俺のトラック。やったさあ、お邪魔します。ですけど、もう来シーズンはマジで。逃がさないよ。どこですか？
武器強っ。金マッキン金をもうソリッドゴールでやってる。この人、僕はソリッドブルーでやってます。あと出すのについたら、見られた。いた、待てやめて、ちなみにもうこの動画はね、テイクもう10ぐらい、割とマジでテイク10ぐらい撮ってる。もうだからよ、もう嫌だ、もう撮り直しは嫌なんだ俺は。うおーっ、テイク10っていうかね、一回諦めた、一回撮るの諦めて、もう時間を置いて今は取れなさすぎて。よし、ラスト 1v1 救援物資、救援物資開けとこ。お、村ポン、よっしゃ。さあ敵はどこだ、もしかしてアンチ街、もしかしてアンチ街これ、え、嘘、これアンチ街だ絶対。おかしい、どこにいるんだ、どこいないよ敵が。本当だったらだってもう歩いてきてるもんね。マジでアンチ街だ、本当にアンチ街だこれ。勝ったやったー、絶対アンチ街にいたなこれビッグロイ、よかったね、チャンネル登録高評価お願いします。それとね、もう来シーズンも、頑張るんで、よかったら、応援のほどよろしくお願いします。バイバーイ。I was never